あとスペインに行って思ったのはやっぱ今東京にいるのはチャンスだなと思って。だってまあ経済主導の日本がいいか悪いかは分かんないけど、物を作るにしては絶対的にチャンスだなぁ、うん、本当に一歩デビューすればどんどん日本の悪いところかもしれないけど、どん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 くっついてくるわけでしょ。あ、どうもどうも、すいません、明けましておめでとうございます。寝ぼけてる。いや、寝ぼけてます。最初うちに来た時はデザイナーになってみようかなとか自分の中では悩んでたっていうか迷ってたところがあったじゃないですか。そうですね、僕は悩んでるのは最終形は大体あって、うん、で最初小学校の時発明家になりたいと思って工学部行って、うん、で広告を始めて、まあ、広告が美大みたいなもんで僕にとっては、でまあ要は人類の進歩にどうやって一歩自分が足せるかっていうようなトライだと思っているので、それがだんだん結びつき始めたっていう感じじゃないですかね。クライアントの言うことをよすごい聞くんですよ。すごい聞いて無視したりもするんですよやっぱり。あとこうアイデア作るときに一個テーマをグッと絞るじゃないですか。縛ったとこからのジャンプ力が素晴らしいんですよ。そのコンテクスト、コンテクストっていう話が単語が一番出てきたんですけど、今こういう文脈でデザイン界は来てる、こういう文脈でアート界は来てるから、うん、新しいってその上に何乗せ、どういうビジョンを乗せるとなんかみんなドキドキするのとか、うん、その文脈知ってるか知らないかっていうのが大きいなと向こうで思います、ね。もう早いじゃない。で別にどうでもいい情報もつい掴んじゃうじゃない。さっきのコンテクストだけど、はい、文脈を知ってた上でやっぱり流れを知ればいいわけだから、それぞれの方向にこう知恵を広げないともう追いつかないから、各ジャンル知った上で、あ、じゃあ今こういうことなんだなって掴まないと本当になんか効果的なものづくりはできないだろうなと思って。でもこのスピードの速さは本当に疲れるんですけど、これは何なんですかね、小崎さん。